オールドタウンと港イルリサットは、グリーンランド西岸中部に位置する町、アバンナータ自治体の中心地。グリーンランドでシシミュートに次3番目に大きい町であり、人口は約4000人。北緯69度の北極圏内にある。かつてはデンマーク語で、ヤコブスハンヤコブシェーブンと呼ばれていた。イルリサットのグリーンランド語における意味は、氷海もしくは、氷山である。 イルリサットは直接海に流出しているイルリサット氷河の河口にある。この氷河が著名な観光地となっており、観光業が町の主要産業となっている。イルリサットの町は約3000年前から何度か形成されたことが判明している。現在の町は1741年に デンマーク人宣教師の一団に付随してきた商人のヤコブ・セベリンがこの地に交易拠点を設けたことに由来する。9月のイルリサット・イルリサット氷河は町の側にあり、延長は約4 0キロメートルでディスコ湾に注いでいる氷河である。氷河の流路は西方向であり、その東端にはヤコブス・ハン・イズブラエ氷河がある。 イルリサット氷河は1日あたり20から35メートルも流動する氷河であり、年間200億トンの氷の流量がある。氷河より海に流出した氷塊は砕けて様々な大きさの氷山となるが、氷山のサイズによっては、旋海底に接触しその場に止まるものもある。外海に流出した氷山は、海流により一時北方向に運ばれた後に、 南へ方向を転じ大西洋へ流出する。なお、イルリサット氷河は2004年に世界遺産に登録されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。